ハライチの岩井由きです。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国16局ネットでハライチのターンをお送りしております。<ー>えー、娘のパン教室に同行してきました、ね。パン教室はい。パン教室です。なんか、あれだな。はい。着実にこの、アロマークラスのやつやろうとしてきた。え 妻が取ったアマテまあだ全然パン教室行ってんじゃんパン教室行ってるパン教室お料理教室になんか通っててそれかちょっと前からず通っててでそこそこのお料理教室のこのパン部パン部門みたいな同じお料理教室でで先生も同じなんだけどそこのパン部門そっちもなんかパン教室もあるらしいってなって じゃ体験でそっちも一回行ってみるみたいな。別に通うというか、そう、行ってみるってなって、うん、パン部門も行ってみようみたいな。うん、もうそこの料理教室、初めて一回ね、うん、料理教室の方ね、うん、ちょっと前に、うんえー、通い出して、一発目でも、うん、その、わしの、 梅煮みたいな習ってくるからね。あ、渋い。渋いでしょうすごいのよ、そこの。楽しくない小学生か。い、イワシの梅に作らされてもらっ何作ったの何作ったのホットケーキとかでいいっしょ。イワシの梅にってなるからね。すごいよね。うん。なんかもうちょっとなんか、子供の食うもおいし俺もそれでいいと思うんだけど。う飯いやでもやっぱ本当に、本当に美味しいものっていうポリシーがあるんだよね、なんか。そこの番、部門。行くってなって。で、まあ家族みんなこう行ったの。ね。 俺、その料理教室も見に行ったことなかったから、ああ、じゃあ、見学行こう、つって。そしたら、なんか、アパートの一室で教えてると。うん。なんかね、そこで。あ、そうなんだ、で、その、近辺にこう、車で行って、駐車場止めて。で、妻とその、一番下の息子は、うん、ちょっと公園で遊んでるわ、と。うん。あんまりこう、人数で今、やっぱりこう、見学できないから、遊んでくると。うん。だから、いいよ、パパだけ見てきな、つって。ああ、わかった、つって。 で、娘二人そのアパートまで行ったのね。ここだよーつって娘に連れられて。ここだよーつったら、本当に刑事が聞き込みに行くアパートみたいな、その、ザアパートね。アパートね。いや、ここでやってんのって。いや、刑事が聞き込みに行くアパートだよって。娘にさ、ここでやるのって。ちょっとこの、何ちょっとこう伝えたこの階段みたいなね。ザアパートの。階段登ってって。 ね、ここ、つって。で、ほんとその、インターホン、娘が押すんだけど、もう、ボタンのみのね。ええ。これ喋る、喋るあれとかないよ。え、書いてんの教室。教室とかも書いてなかったかな。ボタンを、ボタンを娘がちょっとこう、押すんだけど。いや、そのもう様子も刑事の聞き込みみたいなの、本当に。で、ピンポーンってして、中からまあ、料理のこの先生、おばちゃんがガシャって顔を出すんだけど。出てきた出てきた。え、そのなんか、横の家の人が、 2日前に引っ越したよ <laughs> そこまで刑事の聞き込みじゃないのよ。<laughs> <laughs> ここ、ここまでぐらい。あ、そう隣からいないわよっていう、おばさんは出てこない中からおばさん出てきてね、料理の先生のおば様がこう出てきて、おー、みたいな。あどうぞー、ー、娘たちも慣れた様子でさ、こう入ってて。で、中入ると、まあ、すごい、綺麗な。うそう、外観のこのちょっと、ザ・アパートな感じ、じゃなく、中入ると綺麗で、こうキッチンバーってあって。うん で、そのキッチンのこのスペースの奥に、こう、まあ、リビングというか、ちょっとあって、そこにこう、でっかいテーブルがバーンってあってさ、もう、まあ、用意してあるの、なんか、小麦粉がこう、ちょっと、置いてあったりとか、ああ、パン教室だな、という。で、その奥に、ちょっとなんか、和室というか、あって、そこに椅子がこう、並んであって、ここで、ええ、まあ、見ててください、みたいな、なってて、で、そのうちの娘二人、と、もう一人、四年生の女の子、が来てて、 ねそのパパさんとかも来ててね。あ,あ,あ,あ、どうも、お願いします、みたいな。だから、その日は3人、うん、生徒はね。はいはい、女の子3人でやるってなって。<ー>で、これやっぱ、なんか、俺も、負けてほしくないじゃん、やっぱりさ。負けんとかせいだろ。4年生の子より、いいパンを作ってほしい,い。<laughs> うちの子たち、頑張ってもらいたいからね。まあ、それ、次女、うん、年長さんか。うん、次女はなかなか立ち打ちできないかもしれない。まだちっちゃいから。うんうん、でも、小1、うん、1> まあ、小2かも、2> うん、小2なら、 ああ小4を食える可能性あるよね。<laughs> パンの技術で。どうだろうな。って思ってたら、うん、あの、何々ちゃんね、いつも来てくれてるからっつって。うん、その4年生の女の子はもう、うパン教室常連ガールでね。そう,<ー>もう。常連というかもう通ってる子でパン教室に。ああ だからもう、なにちゃんはもう何回もね、パン作ってると思うから。うん、今日はもう、じゃあ、このね、おっきい食パン。うん、もう、パパ、大人みんな食べるみたいな、おっきい食パン作ってもらいます、みたいな。うん、で、なに、うん、ちゃんはね、もううちの子たちは。うん、あの、初めてはね、ちっちゃい、あの、食パンをつって。うわ,っうわ なんだよ、くそ。さあ、つけられた。さあ、きない。いきなりさあ、つけ、なられた。できないからね、大きい食パンは。大きい食パンやっぱできない。二年生じゃやっぱ。二年生でなめられたもんだできるけどな、うちの娘。お大きい食パン。ふざけやがってって思いながら。で、作ってこう、つって。で、まあこう、袋に小麦粉入れて、ビニール袋に小麦粉入れて、そこに水とか入れて、袋の中で寝るのよ。 ああじゃあ、ボールとか使わないんだ。そう、それも、だかか、なんか、まあ、お家とかで、こう、汚さず、できるように、みたいな。そうそう、っていう、なんか、いい教え、作り方を教えてくれてね。で、こう、練って練ってさ、まだまだもっと頑張んないとダメよ、ここ頑張んないと。惜しくならないかね、みたいな。楽しい、こう、教室で、めちゃくちゃちゃんと教えてくれて、で、練って練って。そしてこれを、発酵させます、みたいな。 で、なんか発酵のなんか機械みたいなのしょなんかこう、ちょっと温度がさ、あったかい。保つやつね。そうそう。じゃ、ここに入れてくださーい、みたいな。発酵の間に、みたいな。それないとできないじゃんって思わないちょっと、その時に。なんかその、家で。あ、家帰ってできないんだ。家で。発酵、これ。発酵のやつないとできないんだ。この機械全部の家にないけどなって。そう。それは思わなかった、別に。発酵多分他のなんか、他でもできるしな。まあね。そうそう。 じゃあ発酵してる間に、みたいな。え生クリーム出してくるわけ、先生が。これ使って、ちょっと作りますよ、みたいな。何作ると思いますかみたいな、先生が。言うわけ。そしたら、うちのこの次女はね、年長の次女は、やっぱ生クリームって書いてあるから。それ読めたんだろうね。クリオバンって言うわけね。うちの次女は。でもこれも、もう至極こう、まっとうな回答というかさ、 生クリーム使ってクリームパン作んないだろうけど、うパン作ってて。で、クリーム、生クリームって書いてあるのがこう出てきたら、クリームパンって発想は、まあ、いいじゃんね。年長さんとしたら。まあ、厳密にはカスターだけどね。そう。でもなんか、なんか、それはね、みたいな。なんか変な空気いやいや、頑張った方じゃない延年長にしては。いや、まあちょっとね、そしたら、小4のね、その子が、バター。 っていうわけ。した正解みたいな。いやいや、うちの、あの、次女がクリームパンの選択肢を消したから出たんでしょバターすっと。なんなんだよ、その、親ばかの野郎。バター作りますってなるわけ。バター作りましょう。これ、本当に、この手作りバターっていうのはね、買ったのよりね、すごい美味しいからみたいな。みんなに食べてもらいたいです、みたいな。言って、この、 生クリームを容器みたいなね。ペットボトルみたいな容器に入れてさ、こう振ってさ、作るみたいなのあるじゃん。それをやります、つって。で、こう振るのよ。ババババババで、それを順番にやっていくわけ。はい、次何々ちゃん、みたいな。順番に振って。でも結構時間かかるから。あれね。平行して、オムレツも作ります、みたいな。オムレツも作るんだ、そう。ん。作るね。そうそう。こう卵みんな、はい、割ってください、みたいな。割って、こう混ぜて。 じゃそこにパプリカ入れますよ。パプリカ。パプリカもなんか、細かくみんなで切って。あとソーセージも入れますみたいな。ソーセージも細かく切って。こんな感じなんだ。で、チーズも入れますよ。チーズスペ、スパニッシュオムレツスペイン風だね。そうそう。で、チーズもちょっと細かく切って、それバーって入れて。そんな卵をやってる間も、順番こう回ってくるの、その、バターのね。それ振りながらみたいな。その間もやり続けながら。 で、えー、オムレツ、こう、混ぜて、それをね、卵と。うん、で、焼きます。それ、じゅーっと。うん、で、弱火で、こう、なんか、じっくりさ、焼くんだよね、うんで。弱火で、ずっとこう、焼き続けている間に、うん、そろそろ、大丈夫かな、みたいな。うん、発酵が終わるわけ。うん 発酵終わりました、つって。じゃ、これを、型に入れて、焼きますよ、ってなって。いわゆる、こう、なんか食パンのさ、四角い鉄の箱みたいなのあるじゃん。あれに入れます、つって。4年生の子はちょっとこう、大きいやつにね、入れて、うちの娘ちっちゃいやつにこう、2個さ、切って、2個こう入れるわけよ。山みたいになる。で、それ入れて、で、じゃあ焼き始めます、みたいな。焼きまーす、みたいな。こう持ってて焼いて。 じゃあその焼いてる間にね、えスープ作りますっていうわけ。結構やるね。結構やる。俺も、料理教室。その、結構やるじゃん。そのタイミングで、結構やるな。パッて時計見たの。したらもう2時間経ってんだよ。ちょっと待って、えやりすぎだよ。えって、料理教室じゃないもん、これ、料理学校のこの池に入ってきてないかなって。ちゃんとコース作っちゃってんじゃそうそう。すごいな、みたいな。で、そのスープもやっぱり、 凝ってるというかさ、ちゃんとしてるから、まあ、キャベツ、春キャベツはね、今、本当に美味しいからね、春キャベツちゃんと切って、で、ベーコン切って、で、それを、これに入れます、みたいな。で、これはもうなんか先生があらかじめやってたんだろうけど、手羽、鶏のね、この手羽入れて、なんか出汁取った、なんか、もうスープみたいな、鶏のチキンの出汁の、みたいなのがあって。 そこにじゃあこれ入れます、みたいな。えらい、この本格的なね。うわ、すっごいいい匂いしてきて、美味しそうだね、みたいな。やって、これちょっと味付けして、みたいな。で、そうこうしてるうちに、オムレツ焼き上がります。ずっと弱火でやつ。オムレツ焼き上がりました、みたいな。で、スープもまあもう、ベーコンとキャベツ火入れもう、できます、つって。で、パンも焼き上がりました、みたいな。そう。うわ、いいやつ。で、パン、パンもすごいんだよ。 なんかパン切り包丁みたいにさ、先生がやんだけどさ、もうバリバリバリみたいな、もう周り。バリバリバリ、中、ふわふわふわみたいな。めちゃくちゃうまそうで。うん。お、いいね、スープも。美味いからね。美味しそう。オムレツもなんかこうなんか、扇形というかさ、ケーキみたいに切ってさ、うまそうな感じ。で、はい、じゃあ食べましょう、みたいな。パパさんたちも、一緒に食べましょう、みたいな。 呼ばれて。いいじゃん。ああ、え、食べれるんですかみたいな。ありがとうございます。子供たちはもう自分で作ったパン食べてもらって。パパさんたちはちょっと、あの、私が作ったので申し訳ないんですけど、みたいな。子供たちは自分で食べます、みたいな。先生のパン食べれるみたいな。ああ、じゃあ、お願いしますって、食べようってなったぐらいで、うちのその妻と、息子がもう、外でも遊び疲れたというか、すごい立ってるから、やってんいつまでやってんだみたいな。料理教室に来たの。 なんかてそうそう。みたいな。本当に、その、その、試食のタイミングでちょうど来たから、本当にただなんか食べに来たやつみたいな、なっちゃって。匂いに釣られてきたみたいな。先生はもういいですよ。せっかくなんで、もうみんなでこう食べましょうってなって、入ってきて。そう、絵本の世界みたいな。ガチャって。なんか作ってるのかみんなで食べようよ。みんなで食べようよってなって。で、これがもう、スープはめちゃくちゃうまくてさ。そう、チキン効いてて、みたいな。で、オムレツも、チーズ、 パンがもう、いっちゃうまい。もう、う今まで食ったパンで <laughs>、いっちゃうまいんじゃないかってぐらい。<laughs> 本当にいやいやそうなんだよ。そう。手作りのパンってな。焼いてる匂い嗅いでて、<あ>焼き上がった時食うのが一番うまいって感じちゃうんだよね。うそう。し 一人感が異常でいやうまいねみたいな。違うんだよみんなもっとうまいやつあんだよ。マヤカシです。マジで一番うまかった。うまっつってで食べていやこれは美味しかったねっつってじゃあこれごちそうさまして片付けてもうじゃ帰ろうかぐらいになってそのキッチンの方ね奥からキッチンの奥からジョボジョボボボジョボジョボジョボって音が聞こえてえなんだっつって先生が奥からファって出てきてバター間に合わなかった。 バターを忘れてんじゃん。忘れてたらバターさ、俺も、はっってなって。ずーっと、なんかその、ずーっと振ってたんだよ。みんなでスープの時も。で、なんかそのスープ出来上がって準備してる時に、もうなんか、先生はずっと奥で、キッチンでずっと一人でさ、めちゃくちゃ振ってたんだけど、ちょっと、あの、ちょっと量が、この間に、ペットボトルみたいな容器に、生クリーム、 入れすぎちゃって、振ってもさ、振れなかったそうそう、この空気の隙間がちょっとしかないから、振れなくて混ざんなかったね。うまくいかなかったーってなって。ああ、そうか、やってましたね。でも、でも、ちょっとだけこう、固まってるのもあるから、ちょっとだけ、これ食べよう。あの、今、塩で味付けて、あの、やるから、ちょっと食べてみて、つって、ね、子供にさ、のお皿にちょっとだけこう出してくれて。 ねえ、少女がパクって食べたのこで残ったパにつけて、パクって食べたもいや、なんか、しょっぱい。って。女が、急いで、急いでやっちゃったから、しょっぱいってなっちゃって、なんか、ぐだぐだぐだって最後、失敗したゃそうで、パッと時計見たら、スタートから3時間15分。すごくないいやいや。いや、驚愕よ。なんかさ、 料理教室って、サクッとできるもん作れるよじゃないの、うん、<laughs> い違う3時間15分のみっちり料理教室ね。料理学校。うん、本当に、3時間15分ってもう、市民マラソンランナーだったらもうだいぶ優秀なランナーのこの、うん、<laughs> タイムぐらい、料理やってたという、いねうん、そう。今度はもう次料理教室にちょっと行こうと思ってますけどだいぶ <laughs>、 休み一日取られる、うん、わこの料理教室見に行くとあの料理料理するんだったら <laughs> その時間かけんだったら倍の品数作れるよオムレツパン <laughs> ス全てを注ぎ込んでたみい、ねね、めちゃくちゃいい <laughs> 自なだかハライチのターンハライチのターン料理教室とかってさ、まあ、子供はいいんだけどさ、うん なんか、その、奥さんで料理教室行ってる人、な、何言ってもらえないんか、そんな、いいだろ、そう、美味しいご飯を、旦那さ、ん家族に食べてもらおうって、それは。言わない方がいいんだもんな。ちゅうちゅうちゅう。それはもう、だって、言わない方がいいとかじゃないその発想がないから、もう普通の、確認する、でもさ、までもないじゃん、それはもう。 そのさ、料理ぐらいさ、見りゃできるじゃん。その、なんか、クックパッドとか。まあ、今ね、全部書いてあるわけそのさ、細かくね。わかるうん。そのなんか、あの、フグの調理とか習うわけじゃないんだよ、ここの、ここをうまく切って、みたいなね。そういうことじゃないけど。魚のさばき方とかとかわかんの。うん。なんか、教えてもらわないといけないの。その煮物とかさ。まあまあ、まさかさ。 さあもうだってできるじゃんなんかあんじゃない動画とかでも今見れるけど実際にね先生いてちゃんと対面で教えてくれたらわかりやすいじゃんそれちょっとさなんて言うんだろうな楽しすぎじゃないってんかちょっと思っちゃううんいやむしろ頑張ってんだだいぶ俺だってできるよ納得って別にレシピ見るやうんそれを俺だってできるんだよあんまりやらないうん あんまりやらないこうそうね、人でも動画見てね。でもそれ、外出てって、ちゃんと予約して外出てって、頑張ろうとしてる。それがすごいじゃん。そうなのかな。うん。まあって言わないといけないんだもんな、お前の立場だと。そうだよ。そうだよ。そうだよな。って言わないといけない。俺なんかあれ違和感抱いちゃうな。料理教室行ってる奥さん。料理教室。なんか、ね。うん。いや。 わかんないな。まあ、なんか、料理教室は、うん。わかんないな。なんかさ、料理教室で習ってきたもんとかじゃないんだけどなって思わないなんかその、わかる言ってる。言ってることはわかるよ。なんか凝ったやつじゃないよわかるよ。その、そうね。やっぱこう、スタンダードな、 誰からも愛される味みたいなことになるだろうしね、うん、料理教室で教わったのは、うん、なんかそれは別にできるでしょって <laughs> <laughs> それはでも言うんじゃない<ー>なかなかそりゃ、うん、料理教室行った方が本当に分かりやすく優しく教えてくれるしねきれい野のいや,いや俺が思うとかじゃないんだろうな、うん、なんか上の世代のお母さんとかが思うんだろう、ね、ああそうだねちゃんちゃらおかしいってそんなの な通って習うってって見るのよお母さんのとか見て盗んで作んな家の代々のレシピ見てとかねお母さんみたいな姑みたいな意見も岩井は兼ね備えてんのでも料理できない人ってできないからねまあ当にこに苦手な人はね感覚 感覚がないんだけ全く俺の感覚と違うんだろうなこのだから調味料がどんぐらいでとかのこの感覚が分かんないんだよね塩梅が全く分かんないんだろうねそうそうだからこう煮物野菜は大きさこんぐらいとかもう分かんないんだよねだからね分かんないねめっちゃでかくなっっちゃうとかだからあのやってトライみたいなねああそうそうあれだよねまさにねあれだね東京マガジンのねやってトライ信じられない時あるもんねやっぱね うん。うん。嘘じゃ、嘘、嘘じゃないんだよ。ただ、ただなんでそうなんのうん。食べてるものに対して何も思わないの、いつも。うん、確かにね。でも、そのなんか、わかんない祝い。もう嫌なの、じゃあ、そのなんかさ、付き合ってる人とかが、勇気のためにさ、つって、お料理教室。マジマジって置いてゃうお料理教室通ってさ、お料理教室通って作ったの。この煮物。食べてって言ったら。 いや、毎日違うもん、あの、作ってみ、料理うまになり、くなりたいんだったら。いや、でも別に俺なんか別にそんなまずいとか思わないから、やってみいや、思わないけど、そう、思うじゃん、絶対。いや、思わないよ、別に。俺そんなに食い興味言うじゃん、ひどいこと言うでしょ、どう言わない。言わ言ったことないじゃん、って。言ったことないじゃん。言ったことないよ、俺。俺絶対まずいとか言わないよ。うん。 食にそもそも本当に興味はないんだもんね。うん。別に。あったかきゃいい。温めてとか言うと思う。うん。うん。これ、なんでこれぬるいまま出してるのって。あめていいとか言うと思う。うん。そういうやつだったらどうするでも。んえ、そうぬるいのが一番美味しいやつなんだけどって。そんなねえよ。いやいや、もう料理は熱々かキンキンで出してくれ。 <laughs> あそれだけは言ううんあ<ー>ぬるいもんがいい料理っては何何かしらありそうだけどなぬるいのがいい料理なんだろうなうんないか煮浸しはなすの煮浸しとかうんまあ <laughs> まあまあまああったかい方がいいかな <laughs> うん熱々ではないでしょねでもう熱々だは、うん、俺熱いイコールうまいだからね なんかいや、それも、それも、俺、わかんないな、確かにな。俺も暑いのめちゃくちゃ好きだから。それは、でも、俺も言ってるわ。言ってる言ってるとか、やってる、勝手に。そう、お味噌汁とか、うちの妻も猫自体、子供たちももちろん、あれで、そう、みんなよそった後に、ぐつぐつ、なんいや、そうね。俺も、も、その方がいい。味噌汁も激安じゃないと、ちょっと、美味しくないんだよな。 <laughs> そう、そうです。それはもう妻もこうにわかる、わかるなかそ。飲めるそれって言われるけど、それがうまいんだよな。いや、熱いまま食べちゃうもん。熱いもの。うん。わかるわかる。結構口の中俺結構ベロベロなんだから。そう。<か>結局ダメージはもちろん負うんだけどね。ああでもそれがいいんだよな。いいよな。それがいいっていうかうまいんだよな。うん。え、なんかゆったりすんの飯に対して。あ、俺も言わないよ、うん、その、熱、<laughs> <laughs> その熱さ。 基本別に何でも何でもうまいってなっちゃう俺はあんまずいもんってないもんね向こうが言ってきた時にその「これちょっと今日薄いかも」とか言ってきた時になんか「ああまあそうかな」「罠だろうん確かにな」って言った時に怒られるやつでもそれも俺は言っちゃうけどあまあちょっと確かにねってでも全然別にまあいやんか俺もう でもこんなさ時代に言うわけじゃないけど男はもう料理できない方がいいなあうるせえしこうやってああなるほどね男なんか料理できない方がいいよ本当にできるとそうかそううるさくなっちゃうとうんいや俺でもうるさくないと思うんだけどね多分実際にそういうことになったらいやその 料理できるっていうでもがバカだからそれもすごいねそれがこう伴ってないっていうのもすごいね舌が全然肥えてないからだって基本いいんだもんね腹がいっぱいになれば満たされればそれそうちの兄と父うちのかお父さんって暗いじゃん 喋んないじゃん。でも、ご飯のことは言うんだよ、結構。母親に。薄いよって。俺は、ここは言うんだって。これはちょっと。そう。ここは言うんだって。で、それでお兄ちゃん、うちのお兄ちゃんも言うの。うん。お母さんに。うん。いや、薄って。うん。俺は、俺はもう何も言わないんだけど、うん。それを聞きながら、うん。すごい言うなと思って。うん。で、お母さんもなんか笑いながらこう返してんだけど、うん。 傷ついてないかなって幼心になんかどうなんだろうねうんでも「濃い薄い」はさ好みだからつまずいよって言ってるわけじゃないからいいんじゃないまあまあねうんまずいい確かにちょっとこれ「まずいよ」ってあまあそうなんだよな普通に考えたらねな親父はもう本当にねうちの親父は食べれないも多すぎてうん 基本なんか構想とか言ってると何も食えないから苦手なんだ「もう食えないこれ」つって「ダメ」「ママこれダメ俺」でなんかお茶漬け食ってあうわそれママはえママは大丈夫なのそれ別にああごめんみたいな「ごめん」とは言えないのじゃあお茶漬け食えばってじゃ勝手にしてみないみたいなねまあそりゃそうだなそんなも 考えられないけどな。薄いよなんて言えないですよね。もしそうだとしても。あ、そう。言いますうあ言うあ。宮崎さん言う。ういいちょっと薄いかなみたいな。いえこれ<え>、これ味足し, <laughs> <これ笑>していいって聞くんだ。れそ,だね、それよくなくないですか結構。これやばそうだよ一番や, <laughs> やばいですよね。 <え>もうちょいしょっぱくしていい,い,っ,てい,いって、うん、ああ結構傷つきそうですけどうんあ<ー>あ確かになまあね何にも言えなくなっちゃうじゃないか夫婦同士でという意なんか意見もね今心打たれたな今言葉な,あああなんか、うん、そんなことも言えないんかと思っちゃう、うん 料理味同行ぐらい夫婦という絆で結ばれてんのにそううんんか世間でさなんか作ってもらってんのに文句言うのって最低みたいなそんなことでその絆は崩れないよっていうことだよな愛は何も分かってないよ 経験してないやつ <laughs> お母さんの料理食べてろよい <laughs> や <laughs> それもそれも毎日それが続いてとかやっぱその積み重ねいやそれ言ってった方がいいんじゃない澤部さん <laughs> え,ねえねそれか言ってった方がいい何をなんか夫婦間でこんなこと言わない方がいいとかいう風潮ありますけどそんなことで夫婦 <laughs> の絆って 夫婦の絆とか、愛って壊れないから。うん。うん。だって俺、どっかでメディアでそう。壊れないですよってうん。そのも世の主婦たちに大叩きでしょ、そんなもん。<laughs> <laughs> うわって。で、旦那たちはそんな、ついてこないでしょ、多分。うん、ついてこない。世の旦那たちは俺に、ついてこないでしょ、多分。<laughs> 今叩いてきてる、お前らの家庭は、 そのぐらいで崩れるんだろうな、とか言わないほうがいいつうね。もうその、確認くん、岩井くんの顔になっちゃってたから、そんなの、俺が言ったらもう、戦おうとしちゃってるからもう。お前が言うかいけないんだろうな。まあね。ねその、もうちょっと、なんか男らしい人。ああ、ああ、あだからもっとその、カリスマ性のあるね。ついていきた、いける人なら、いいのかな。そう。誰 だいごさんとかさでも大悟さんの場合はそんな飯同行でうちの家庭奥さんとの絆愛は崩れねえよだって浮気がバレても崩れなかったからそこちゃんとしろよっていや確かになそれもすごいよなそうだねうん でもその宮崎さんはもう結構岩いに賛同してる感じですね、うん、でもなんかそんな気がするな<ー>なんかよその家がとやかく言うほど、うん、なんかもろくないうちの、うんうん、家庭はとかそれ,それこそ本当にそうだよね浮気でそう思ってる人たちも、うん 多いだろうまあ、ねまあ、そう思ってる子ああ奥さんともかもい,いるはいるだろうねまあそうだねうんだから <coughs> うん何が一番やばいのお前んちはでもまあでもそれ浮気いとこやんいやいやなんかそのなんていうのえそのお怒りに触れるの一番うーんなんだろうなうん えでも一番浮気とかよ多分離婚って言ってるからね絶対あそうそう一発でで風俗行ったらもう私の体には触らせないねあらそうそううんそれのギリが個室ビデオなんだからにお前すごい橋渡ってんのじゃんそううんいやだからそういう性的なやっぱ厳しい妻で個室ビデオのことを言ってるから確かに俺も結構責めてる本当に すごいな、芸人って思ってもらっていい俺のこと。よく言われるんだよ。先輩のさ、兄さん方に、お前よくないです、芸人のそんなさ、遊ばないでって言われるけど。ギリギリ攻めてたんだよ、俺も。お前らの、あの、嫁と一緒にすんなよってこといや とんでもない、あの、金を犯してっからね。<laughs> 金をかしてっからでって思うね、<laughs> うん、確かにそれはね。うん。う,ん、<laughs> うん。そうか。そうだな。バラバラだな。そ,それぞれの家庭だからな、結局な。う<ー>ん。<laughs> まあ、お前が作るときもあるんでしょ。うん、たまーによ。 本当ににたまに、うんうん、そうするとやっぱなんかうんなんかまあできるもんね、うん、まあ適当にやってもね、うん、なんとなくはなんだかんだで親父が作ったやつの方がうまい時あるしなあったね、うん、ちっちゃい頃もまああ味付け濃いしさそうそうそう、うん、それそれ なんか、それ、ムカつくんだろうな。そう、それはムカつってると思うよ。たまに作ってさ、言うんだよ、やっぱ子供たちのパパのオムレツ、一番好きみたいな。な。そう。俺も、いい、言うな、言うな、言うな。嬉しい、嬉しいより、それやばい。言うな、言うなよ。それやばそうだな。そんなことって思っちゃう。うん。そう。な。毎日作られてるとやっぱ麻痺してるからさ。うん。 だってそう妻は子供のこととか俺のことも考えてちょっとやっぱ薄くするやん味付けもさまあね体のこと考えてねそう,そうそう考えないもんな,なバターとか本題に使ったりとかんんソースベチャベチャにししょうゆトバうまいに決まってたそりゃそりゃそうかそりゃそうだよなうん ジーンとガバーナーあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでしたっけ <laughs> <laughs>